銚子電鉄では安定輸送の実現や観光資源を目的にこのほど南海電鉄で使用していた車両を譲り受けました。銚子電鉄の軌道で走れるようさまざまな改造を重ね、これが完了したことから運行開始を前に今日中野町駅で銚子市の越川市長や銚子電鉄の竹本社長ら関係者が参加して出発式が行われました。新車両はその場で新しく2万2000系と名付けられ、その後体験乗車会が行われました。中野町駅を出発した新車両は地元住民の歓迎を受けながら戸川駅まで軽快に走り抜けました。この車両は1969年に製造されたもので、南海電鉄高野線などで運用されてきました。銚子電鉄では中古の中古ではない車両としてはおよそ30年ぶりの導入です。